こんにちは、チャプターズブックスタースタッフ、ナナミとメリです。よろしくお願いします。お願いします。チャプターズに新メンバーが入ってきまして、はい、メリさんと言います。よろしくお願いします。で、今日は3月のチャプターズの発送作業、初回の発送作業に来ていて、私今日若干頭が切れてない。3月のチャプターズ、実は書店主森本萌乃の初小説が出版され、こちらをお届けしております。イエーイ。で、まあ、これの発送作業、発行作業をしながら、この本にまつわるアペロのチャプターズで、同じ本を読んだ人同士おしゃべりできるアペロっていう機能があるんですけど、それを今日はメリさんとやっていきたいなと思います。めっちゃ表紙可愛くないですか？実はチャプターズで限定のしおりをお届けしてて、3種類あるんですけど、どれが届くかお楽しみに。めっちゃ可愛い。この色めっちゃ好きです。ね、可愛いですよね。これなんか挟んだら裏にして、裏にしたらいい。単行本のお届け、チャプターズ初めてなんですよ、うん、喜んでもらえると嬉しいなってすっごい思ってます。これはいつだ、今週金曜日か、今日水曜日に撮ってるんですけど、あと3日で全国の書店さんで販売開始です。楽しみですね。そう、おありがとうございます。実際あのビデオチャットの方は画面の上に質問が流れてくるんですけど、20分間でトークテーマが10個ずつ流れてくる感じになります。今日は実際と同じように2分やってみましょう。はい、緊張します？緊張してます。大丈夫です。それではレッツゴー。行きます。こんにちは、ニックネームと今日食べたものを教えてください。はい、メリさん、今日食べたものは、今日朝ちょっと寒すぎて、駅で入れずサンマルクに駆け込みました。いいですね。あれ、駅近のやつですか？あ、そうです、そうです。いいな。本当はマック行こうとしたんですけど、朝マック、そう、ちょっと外出るの寒すぎて。確かに、今日マジで寒いですよね。雪降ってた、あれ、朝雪降ってたんですっけ、こっち。昨日の夜、あ、そうなんですか。だからだ、なんかこっち来るまでの間、車に雪ちょっと積もってたりして、そんな寒かったんだって思って、今日マジで寒いです。めっちゃ寒い。寒い、寒いです、びっくり。じゃあ私、今日食べたもの、はい、今日は ありがとうございます。今日はインスタントのお味噌汁だけですか？そう、だけ。だから今めっちゃお腹空いてる。それはお腹空く。そう、朝、寒いと早起きマジでできなくって、ベッドから出れないです。そうなんです。なんか起きるのに30分ぐらいかかるアラームを今日6時にかけたんですけど、実際起きたの6時半とかじわじわ起きていくスタイルです、冬は。なんでって思ったら、朝ごはんとか食べる時間なくない、でも絶対お腹空くよねって思って、とりあえずお湯入れてお味噌汁飲みました。朝ごはんは食べる派ですか？朝ごはん食べる派です。お、いいですね。頭回らなくて。ああ、そうか。結構食べない人多いですよね。多いですよね、ちゃんと朝ごはん食べたいな、とは思ってるんですけど、冬だから無理です私。あ、2分です。じゃあ次行きましょう。次、3月の本は読破しましたか？この本を選んだ理由は？はい、3月の本読破できました。読破しました。あ、よかった、間に合って。そう、実はこれなんて言うんだっけ、日本釣り発売前なんですけど、見本じゃないの、でもこれお届けするか、発売前に萌乃さんから本いただいて、今日の YouTube に合わせてなんだっけ、読んだって感じですね、はい、そう、だからちょっと時間が短くて読み切れるかなみたいな話してたんですけど、昨日の夜寝る前によかった、間に合って。これってこっち置いてていいですか？ありがとうございます。
選んだ理由、選んだ理由はもう読みたかった、そうこれしかないよって感じです、ね、どうやって言ってるんですか、これをこれこっちが表紙で、こっちが表紙で、逆？裏に、あ裏に入れてるんだ、こうですか、あそこからこれか、後ろに、あそういうことか、理解しました、はい、まあ終了しました、はい、次ですねそんなんで大丈夫、大丈夫普段どこ、どんな時に読書するのが好きですか、どんな時に、ミリさん朝めっちゃ強いんですよね、朝強いですね、朝読むことが多いですか、え、でも日中読むことが、あ、本当ですか、うん、どん、お仕事終わりとか、うん、休みの日とか、休みの日かな、なんかブックカフェでそれこそ読むことが、うん、あ、いいですね、ブックカフェに行くんだ、ブックカフェいいな、そう、私はどこで読みますか、前まで朝だったんですよ、うんうんうん、朝一がすっごい頭何も入ってないから、うんうん、スルスル読めて好きなんですけど、まあ、今寒いので起きれない、そう起きれないから、でも最近夜とかだな、夜、うん、ちょっとあったかいお気に入りのココアとか飲みながら読むのが好き、いいですねココア飲みながら、そうなんかあったかい飲み物をで、冬は生きてる、わかる、そう、なんかカフェとか行きたいとか思って、え、寒いもんなみたいな、そう、本当に、え、ミリさん寒いのは強いですか、え、もうめちゃくちゃ無理です一緒だ、そう、早く暖かくなってほしい、うん、まだあるあと10秒あと10秒か、そう、意外とね2分短いかなって思うんですけど、割とちょうどいいぐらい、うん、はいはい、次、一番好き、共感した内容はどれでしたか、はい、どうぞ一番好き、共感した内容、でもなんか私あれなんですよ、あの、うん、去年クビになって会社を、はい、あ、そうだから共感することが多すぎて、そうですね、確かにハローワークのその失業保険の手続きとか、うんうん、全部が、え、行きました、あ、うん、ハローワーク行きました、ハローワーク行きました、うわー、そうだ、そう、だからめっちゃわかるみたいな共感の嵐でしたね、そうですよね、そう、この本は、うん、チャプターズの、うん、なんだっけ、誕生ストーリーを、まあ、元にしたフィクション小説で、まあ、なんか主人公のすみれちゃんが会社をクビになってしまって、なんか傍ら起業してた会社に本腰を入れるみたいな物語なんですけど、あの冒頭結構きついですよね、ですね、えみたいな、起業してたら失業保険下りないんだって思って、誰も教えてくれない、ね、そうだ、え、早くないですか入れるのびっくりした、これはコツはわからないです、そうなの、早い、違うの、私の好きなシーンか、好きな、共感した、共感したシーンか、うん、共感したシーン、私、なんだろう、あれだ、アキラさんに連絡するじゃないですか、はいはい、でもあそこもわかるし、あそこめっちゃ、あ、わかる、なんかちょっとメンタル弱ってたら恋愛に逃げたくなっちゃうみたいなの、すごいわかりました、この小説あの、ね、結構ゴリゴリスタートアップビジネス小説なのかとか思った、うん、ちゃんと恋愛要素とかもあったりして面白い、面白かったです、早いな、早い次、好きな言葉、章には出会えましたか、出会えましたか、なんかな、全部って言いたいけど全部って言いたい今ありましたか、私なんか好きな言葉、うん、好きな言葉っていうか、でもその、またかよって思うんですけど、あのアキラさんが、はい、こう最初に会って、で帰り際になんか恋愛と
同じぐらい好きな仕事、同じぐらい情熱が打ち込める仕事が見つかるといいねって言ってたじゃないですか。あれなんか最初めちゃめちゃ胸くそ悪いなって思ったんですよ。なんでお前が言うんだみたいな。確かに。そう、すっごいなんか最初はイライラしたけど、でもなんか後振り返った時に、うん、やっぱりこう恋愛以上に打ち込める仕事って本当になんかすごい大事なことなんだなっていうのに改めて気づかされて、なんかアキラ、アキラ、うん、は私は好きじゃないけどなんかそうだなみたいな、大事ですよね。私ショーで行ったらあれです、お姉ちゃんにネイルも塗ってもらうシーンすっごい好きです。めっちゃほっこりしました。もうなんか泣いちゃった、いいお姉ちゃんすぎるって思って、優しい。そうで、なんかしかもそのネイルにまつわって、なんかちゃんと土台が大事なんだよっていう、こう割とそうすみれちゃんの今とリンクしてる感じなのが、あれは結構印象に残ったな。確かにな、ほっこりエピソードでしたね。すごい好き、あのシーン。はいはい、2分早い。早いですね、あっという間。今月のテーマはスタートアップ。春から新たにチャレンジしてみたいことは。チャレンジか、早いですね。このすみれちゃんはそうだ、起業に、起業にチャレンジっていうか挑戦。そうですね、しましたが、なんかあります？春じゃなくても、そうですね、やってみたいこととか。私今、新しい趣味を始めたくて、なんかあるんですか？楽器をしたいなと思って、ウクレレとか。ウクレレいります？あります？あるんですよ、ウクレレ。けどずっと眠ってて、はいはいはい、そう、なんか趣味なんですかってやっぱり聞かれるじゃないですか。聞かれる、読書しかないから。確かに。そう、お仕事も読書で趣味も読書です。なんか読書しかないじゃんみたいな。それはそれで楽しいけど、もうちょっとなんか欲しいなと思って、眠ってたウクレレを引っ張り出そうかなとか、ちょっと思ったり思ってなかったり。いいですね、めちゃくちゃいい。なんだろうな、私なんか引っ越しするので、あ、そうだ。なんか DIY とかめっちゃ苦手なんですけど、ペンキとか塗ってみたい。絶対楽しい。ね、私も100均で買ってペンキ塗りまくりました。塗ってましたね。楽しいですよ、家でやる。そう。乾かすのちょっと場所が大変なんですけど。確かに。時間かかりますね。そうだ。ミリさんめっちゃ。あれですね、新しいこと始まるタイミングすぎますね。そう、なんかもう始まりすぎてて、始めるのが確かに、もういいよみたいな感じ。もういいかなって感じ。確かに。そう、すでに始まってはい、はい、次は春に読みたくなる本を教えてください。気になってる本でも OK です。ね、それに読みたくなる本。あ、そうだ。それで言ったら、チャプターズ、今月そのスタートアップっていう選手テーマで桃江野さんの本を含めた4作品、あと3作品は文庫本をお届けしてるんですけど、その3作品がまさにあれなんです。過去春に選んで、あの好評だった小説たちなので、めちゃくちゃ春だなって思います。その中でも私好きなのが南の本かな、桜の写真のクリエイティブの短編集があるんですけど、すんごい笑っちゃうぐらい春ど真ん中のあれなんですよ、短編小説、で季節の美しさをすごい表現されてて、なんか本読んで、あ、季節の移ろい、なんかちゃんともっと楽しみたいなっていう、こうなんか外の景色とかをすごい見たくなる作品です。めっちゃおすすめ。春好きな人、私も読んでみたい。そうで、しかもその作品なんか春がテーマで、その後春、夏、秋、冬も出てるんで、
それ好きだったら夏も秋も冬も楽しめちゃう。絶対読めますね。そう、めっちゃいいんです。お、早い。2分経ちました。普段はどんなジャンルの本を読みますか？好きな作家や作品でも OK です。メリさんってどんなジャンル読むんですか？どんなジャンル読みます？でもめっちゃほっこりする本ばっかですね。ほっこりか。ほっこりが多いかな。作家さんとかで言うと誰が好きですか？でも金原ひとみさん、ほっこりじゃない。ほっこりじゃない。今言って思ったけど、そう、ほっこりじゃないけど、うん、あ、めっちゃ好きです。へえ、うん、いいですよね。この前、そうだ、あのパリの砂漠、東京の蜃気楼、あれ、うん、マジで良かった。私好きすぎて読み終えられなかった、うん、そう閉じちゃいましたもん。なんか今回の萌野さんの本もそうだったんですけど、うん、進めるのがもったいないからYouTube 撮るか読んでって。全然読めない。パリの砂漠とか3ヶ月ぐらいかかりました、うん、いや、かかりますよね、あれ。本当にゆっくり読みたい、うん、でも読み終わっちゃうのが、この本自体は読みのが難しいとかじゃなくて、うん、スルスル読めるんですけど、なんかね、個人的なね、そうそうそう、読み終わりたくない。わかります、それ。あ、じゃあ次は、はい、セロハンテープだ。すいません、テープスタンドがこっちをお借りしてて、 ありがとうございます。本当にすいません、今日中断しちゃった。普段読む本とジャンルかもう過ぎてる。終わりました。もう一回、でもそれ聞きたい。どう、なんだろうな、いつもチャプターズの選書をしてるんで、選書作業するようになってからはマジで無ジャンルですね。そうですよ。最近あれだ、恋愛小説をちょっと読むようになって、前から読むんですか？いや、全く、なんか恋愛は大好きだけど、うん、恋愛小説そんなになんか好きじゃないっていうか、あんまり、なんか展開なんかあんまり変わんなそう、うん、でも結構あります。なんだろう、恋愛小説の面白みは人間の臭さ、なんかもうドロッドロしてんなとか、うわ人間だわって思うところ、そう、が本当になんか作家さんによってすっごい違うし、なんかうわここうまいわみたいな、うまいわとか言ったらめっちゃ上から目線なんですけど、みたいなのの違いを楽しむのがすごい好きで。なるほど。この前読んで好きだったのは、犬も食わないっていう千早茜さんと尾崎世界観さん、クリープハイプの方が交代交代に女性目線、男性目線で書かれてるどうしようもないカップルの連続短編小説があったんですけど、やっぱり歌書かれる方、作詞される方ってすごい文章素敵だなみたいなのがあって面白かったです。何でしたっけタイトル？犬も食わない。マジで犬も食わないカップルみたいな。読んでみよう。なんだろう、展開よりかは喋りすぎ。展開よりかはそのなんか表現の仕方の違いみたいなので、恋愛小説読むのちょっと最近ハマってます。恋愛小説読みたくなります。ぜひチェックしてみてください。はい、はい、次は積読の中で次に読もうと狙っているものは。積読か、会いすぎてわかんない。あ、します、めっちゃあります、めっちゃある。そうだ、しかも今メリさんあれだ、チャプターズの過去選書を頑張って読もうウィークだから大量に。そうだ、内容混ざりますね。ねえ、混ざります。本当にあれ、この主人公誰だっけみたいな、どことどこで不倫してた、そう誰が殺されたわかんなくなった。そうだね、じゃあ今結構その過去選書メインで読んでますかね。そうですね、でもなんか本屋さん行くとやっぱりうわこれ読みたいっていうのがあるから、ね、あれこの前なんだっけ、金原さんの新しいやつ読んでましたね。読んでました。でもこんなの読んでる場合じゃん。読んでる場合編集しなきゃ。そっちじゃないって思った。あれはエッセイなんですか、金原さんの。エッセイじゃないですね。あ、小説。小説。そう。私あのパリの砂漠が初めての金原さんだったから。私もそうです。
読んでみた。しんどくない？うん、私あれだ、ミリさんフェードアウトしちゃったけどなんか太田ステファニーカントって知ってます？え、知らない。あの最近落としちゃって、デビューした作家さん、1月かにデビューした作家さんなんですけど、ツイッター見たらすっごいなんかテキストの感じはギャルなんですよ、男性なんですけど、なんか派手な色の絵文字いっぱいなんですけど、すごいこう文芸界で注目を集めてる感じらしくって、でこの前緑遺跡っていう小説を出された。それがデビュー作か、帯がまたあれなんですけど金原さんなんです。そうとか、なんだっけ、川上美恵子さんもだったかな、結構好きな作家さんがすごい称賛されてて、読んでみるか。うわ、読みたい。また増えた。そう。最後です。はい。もう最後。早い。今日お話しして、お相手に読んでほしいと感じた本をおすすめし合いましょう。いや、難しい。お相手に読んでほしい。ほっこりが好きなんですよね。ほっこり好きですね。なんか考えさせられすぎるの持ってかれちゃうから。あ、結構気持ちが乗っちゃいますか。そう、乗っちゃう。全部全部に感情移入しちゃうからめっちゃほっこり。ほっこりで言ったら、作家さん的には、小川糸さんとか読みます？椿。そう、私椿文具店がすっごい好きなんですけど、その続編が、キラキラ共和国とか、なんかまたなんかあるんですけど、椿文具店、え、もうなの？間違えた。椿文具店の小説じゃないし、あれなんですけど、ほっこりをもっと楽しむっていうか、あれ鎌倉が舞台で、そうですよね、実在するお店とかが出てくるんですけど。実在するんだ。鎌倉案内所っていうめっちゃ薄い文庫本があって、実際になんかこのルートで行けますとか、お店紹介みたいなのがあるんで、それはなんかなんだろう、より椿文具店を楽しめるみたいなのはあるかなと思います。私それ持ってお母さんと鎌倉観光するのが楽しみなんですけど、まだ行けてない。行きやすいからまだ。そう、ね、春とか良さそう。そうなんですよ、もうちょっと暖かくなってからだなとか、読んでほしい本、なんか最近読んだ本、あれ読みました。最近西加奈子さんの、私に会いたい、私まだチェックできてないけど、めちゃくちゃ良かった、西加奈子さん結構読みますか？読みますね。私あれが好きです。読む舞台、買いました。あ、買いました。ニューヨークでスリに合うやつ。そう、あれ好きなんですね。買ってる場合じゃないのに買いました結構すぐ読み終えそうですね、薄いから。読みやすさ的にはちょうど良かった。アペロは終了しました。早っ。伝わったかな明日は起業日の楽しさ。なんか意外と恋愛のシーンが個人的にはすごい面白かった。確かに。でも結構みんなわかるって多そう。そう、結構登場人物多めなんですけど、なんかみんな個性があって愛くるしいっていうか、ジェイミーすっごい好き。なんかこう、あの結婚式、友達の結婚式に行ったって。タクシーね。そうそう、タクシーで帰りなみたいな、もう疲れてるでしょ、かっこいい、キャッシュアプリで払ってやるから、バーンみたいな、かっこいい、言われてみたいな。確かに言われてみたいな。あれなんですよね、アペロスピンオフ、本当に一応お仕事小説で、帯にも、これ私の本なんですけど、こんな感じでビジネス用語みたいなのがめっちゃ出てきて、でもなんかこうビジネス本とかで普段読んでても全然頭に入ってこないし、なんだっけこのカタカナみたいな、読むの辛かったりするんですけど、これは本当になんかその物語とか会話の中で
さらっと出てきて、しかもこう、うん、注釈とかじゃなくてちゃんとその会話の流れに合わせて説明が入ってるから、後半めっちゃ読めません？でもめっちゃ分かりやすいですよね。そう、なんかすごいビジネス語苦手な人も、うん、言葉の知識じゃないけど、うん、は入ってくるな。うん、そろそろ入ってくる、うんうん、でも起業するしないに関わらず、お仕事頑張ってる全ての人に届いたらいいなって思います。すごいこう自分のやりたいことと戦ってる人とかにいいんじゃないかなって思います。はい、とビデオチャットアペロいつもこんな感じでトークテーマ10個ぐらいでお話しできる感じになってます。今回めちゃくちゃネタバレ、うん、になるか、うん、がっつりでお話ししたんですけど、お楽しみいただけてたら嬉しいです。ぜひ明日は金曜日、皆さんも読んでみてくださいね。コメントでも感想お待ちしております。バイバイ。